皆さんこんにちは、ゆうちゃんです。きなです。ママです。ママです。今日は第1回ひなちゃんクイズやっていきたいと思います。イエーイ。いらっしゃいませ。ルールはですね、ゆっちゃんクイズと同じですが、今回10問です。クイズの中身はゆっちゃんクイズとはちょっと変えてます。その第10問でやっていきたいと思います。はい。全10問。私なんて言う。第10問すいません。それでは早速始めていきたいと思います。はい、はい。ひなちゃんの好きな色は？これはなかなか分かるわ。皆さん OK でしょうか？はい、はい。それでは回答を出していきたいと思います。せーの。逆です、ゆっちゃん。全員緑。書いてない。それではひなちゃんの回答を見ていきたいと思います。好きな色は？緑です。イエーイ。うち嫌な簡単かも。全員正解でございます。なにを大好きさん好きやもん。ひな、おー、うわい、分かってんの？これはもうサービス問題や。しかもな、しかもな、今緑です。そう、緑です今。ひなちゃんの好きな食べ物は？食べ物。うわ迷う。うわ迷うな。これ楽しいな。これ分かるかな。ゆっちゃんはね、太くっていうのが難しいから視聴者さんに見づらかったら申し訳ない。ではひなちゃんの好きな食べ物回答を出していきましょう。いきますよ。せーの。何？お肉。抹茶。ゆっちゃんはハンバーガー。では正解を見ていきたいと思います。好きな食べ物は？ピラフ。ピラフでした。あれさ、動画で言ってんの、一番好きな食べ物はピラフって言ってんの。かっこママのやろ。けどピラフです。抹茶、抹茶やん。マジかよ。抹茶やん。こんなひなちゃんの好きな飲み物は？これはあれですね。でもこれな、まあまあまあ、え？何でも飲むやん。そうやね、飲む飲むうち。OK でしょうか？はい。それではひなちゃんの好きな飲み物回答を出していきたいと思います。はい、せーの。抹茶オレ。コーヒー、杉薬局に売ってるコーヒー牛乳。コーヒー牛乳ですか？コーヒー牛乳。ちゃんはいちごミルクです。いちごミルク。あー、それではひなちゃんの回答を見ていきたいと思います。好きな飲み物は？ミルクティー。惜しい。じゃあ待って、でもさ、いちごミルクもコーヒー牛乳も抹茶オレもそのミルクティーも全部牛乳入ってます。いやいや、これなしですよ。確かに全部ミルク入ってます。ミルク系が好きなのね。すごい、いちごミルクのイメージ。そこまでのやつ。あー、わかる。でもミルクティー飲んでるの見たことないけど。ミルクティーいつも飲みますよ私。いちごミルクは2位。抹茶オレは違うもん。抹茶オレまあそんな。これはでもそんなって美味しい。めっちゃ飲むけど。もう買ってもらわれへんって答えで。抹茶オレに回答ブースで買える。ひなちゃんの推しは誰？そんな。
いでしょうか皆さん。はい。それではひなちゃんの推しは誰、回答を出していただきます。せーの、大橋和也。じゃあ反対や。お、漢字で書いてんのいいね。やろ。なにわ男子の発寸、ゆっちゃんも発寸。では回答を見ていきたいと思います。推しは誰、発寸。イエーイ、大橋和也です。やろ、これ漢字で書いてんのすごい。イエーイ、イエーイ、ゆっちゃんイエーイ。サービス問題ですね、これもかなり。好きな場所は、場所、場所、場所。うん、シンプルでいいよね。シンプルに書くわ。OK ですか。はい。それではひなちゃんの好きな場所は、回答を出していきたいと思います。はい、せーの。自分の部屋、自分の部屋、自分の部屋。あ、でじゃあ反対を、ちょっと、ね、抜けてますけど、ちゃんと一緒。ではひなちゃんの回答を見ていきたいと思います。好きな場所は、自分の部屋。イエーイ。なんでわかんねえ。なんでわかった。わかるやろ、これ。こんなんわからんと思ってた。それわかるわ。出てけへんやん、だって。ここまで第5問まで終えまして、全員3ポイントです。同点です。でもでもすごい。パパの好きなところは、あるん、あんた。あるんとか言うし、ちょっとちょっと。あるん。それではひなちゃんが思うパパの好きなところ、回答を出していきたいと思います。せーの。優しい、優しい。仕事頑張ってる。自分とは何だろう、デジャブ。きっとお姉ちゃんもそう思ってるよねっていうところで、それでは回答を見ていきたいと思います。パパの好きなところは、仕事頑張ってくれてるとこ。ゆできちゃん、イエーイ。嘘やん。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ゆできすごい、ええんやん。ゆできすごい。なあ、思ってるから言うと、じゃあいつも変な顔するやん、帰ってくるとき。でも仕事は頑張ってくれてるやんか。仕事だけ頑張っといてくれみたいな感じで言ってるやん、もうそんな。あ、動画見たからさ。家族 LINE グループで送られてきてる。そうや、自分の仕事やったから。仕事してる姿動画に撮って送ってきて。だからや、だから。そうそうそう、すごい大変そうやったからね。頑張ってるなと思う。そうや、そうやった。ママの好きなところは、あー、地図。何笑ってんの。いいですよ。でそれではママの好きなところ、回答を出していきたいと思います。せーの。推し活に理解がある。おお。あ、一緒。面白いところ、あや、面白いところ。それではひなちゃんの回答を見ていきたいと思います。ママの好きなところは、なんやかんやでいろいろやってくれるとこ。だってだってだって、なんやかんやでいろいろやってくれるとこ。キモい。何よ、推し活理解あるじゃん。あ、でもそのいろいろ含めたりしたら、まあ、やっぱそういうあのライブ連れててくれたりだとか、そういうやじゃん、あのやっぱそのファンクラブ入らせてくれたりだとか、そういうのをなんやかんやで、まあ、いろいろ、まあ、いっぱいそのしてくれる。それ私の願いを聞いてくれてるかな。はい、それは優しいじゃん。ファイ、喧嘩が始まります。それを優しいって言うのが優しい、優しいって言うやん。もちろん言うことを聞いてくれれば優しい、優しい、優しいって言うやん。なんやかんやでいろいろやってくれるので、ママいっぱいになりしましょう。イエーイ。
0.52C。 そんなんあるん？あやの好きなところは？あやの好きなところ、え、喧嘩しかしてないよな。それではあやの好きなところ回答を出していきます。せーの。なんやかんやでたまに優しい。たまに優しい。ゆちゃんは遊んでくれる。たまになんですか。たまに、まあ、なんやかんやで、ほんで。なるほど。では回答を見ていきたいと思います。あやの好きなところは優しいとこ。イエーイ。今回めっちゃ高得点じゃねえもんな。ゆっちゃんの好きなところは OK ですか。はい。ではゆっちゃんの好きなところ回答を出していきます。せーの。かわいい。かわいい。かわいい。お、みんなかわいい。それではひなちゃんの回答を見ていきます。ゆっちゃんの好きなところは？かわいいとこ。早そうです。早そうでございます。そうでした。そりゃそうやろな。それではいよいよ最終問題に行きたいと思います、はい、第10問、はい、ひなちゃんの自分の好きなところは？え？自分の好きなとこ？あんたの？はい、自分で思ってるとこって？もちろんありますよ。かわいい。かわいいにする。ちゃんと書いて。今のは。はい、おもろ。始まった？はい。今の流れ、はい、おもろいわ。みんな。OK ですね。はい。では、最終問題。じゃあ、自分の好きなところ、回答を出していきたいと思います。せーの。面白い。面白い。優しい。お、あやちゃんだけ違う。ね、なんかさ、一個言っていい？ん？これさ、もうどこがおもりに書かれてんねんけど。では、ひなちゃんの回答を見ていきたいと思います。はい。自分の好きなところは？面白いとこ。イエーイ。でも今パパが思ったら自分のこと面白いと思ってんのって言われるね。はい、いつも言われるよな。チャンネル登録してよね。ということで、ひなちゃんクイズ全10問が終わりました。第3位、はい、あやちゃん5ポイント。あーウェイ。イエー。今の誰？今の誰？今の誰？誰？はい。第2位、はい、ゆっちゃん。ゆっちゃん。何ポイント？6ポイント。すげえ。すごい。そして優勝は7ポイント獲得ママでした。イエーイ。あの答えやすい。ゆっちゃんの時は何を言うかはもう謎やってん。だけどまあこう答えられるであろう、ちゃんとしっかり答えると思うから、うん、大きくなればなるほどね。やっぱり答えやすかった。皆さんね、これ実はあやちゃんクイズもありますんで、はい、では次回のあやちゃんクイズをお楽しみに。はい。チャンネル登録もよろしくね。グッドボタンも押してね。バイバイ。